チョポ見ながら日本語を勉強をしたりしています。汗かきやすいところにつけてみると赤ちゃんの肌みたいに見えます。ちゃんとカバーしてくれるナンバーワンコンシーラーです。私が20歳の時からずっと使ってておすすめするしかない。皆さんこんにちは、俳優のハヨンスです。今日は私のバッグの中身を紹介したいと思っております。ちょっと大きいサイズなんですけど、私はいろいろ持つのが好きな人なので、このバッグは私の友人のブランドなんですけど、ミニートミュートっていうブランドです。このバッグは4年前からずっと使ってると思います。シルバーだと派手ですけどちょっと楽勝利な感じとかもあるから、個人的には本当に好きなんです。では開けてみたいと思います。財布、お財布です。これは空港で買ったんです。四つ葉があります。なぜかっていうと、私が日本に来る前に高校生からずっと友達だった子がこれだけを売ってるおじいさんがいらっしゃって、でもその方が現れるのがいつかわからないみたいな感覚で、それで私もこれ欲しいなって言ったら、友達がずっとなんかそこをじーって見てくれて、おじいさんがちょうどいらっしゃった時に買ってくれて、私的にはお守りみたいな存在です。だからいつもお財布の中に入れています。これシャネルのものなんですけど、パコンって開けたらエアポーツが入っております。私はクラシックも好きだし、ちょっと激しいロックとかも好きだし、 R&B もたくさん聞くし、イレクトロニックもたくさん聞いております。朝ドラの時にいつも使ってる入館者なんですけど、1年間ほぼずっと持って行ってたので今も履いてます。ドラマはもうすでにクランクアップしたんですけど、とりあえずいつも持っております。じゃーん、これはジョジョランズ。実は私、漫画本は日本語で読むのがめちゃくちゃ難しくて、しかも読むスピードがめっちゃ遅くて、まあ読めるかなって思ったんですけど、ジョジョのマガジンの担当の方が私にヨンスちゃん読めるよっておっしゃってくださって、ひらがなとかちょこちょこ書いていったから最近ちょっと読み始めました。ちょっと移動とかが長い時にはちょこちょこ見ながら日本語を勉強をしたりしています。これ韓国のものなんですけど、ソーナチュラルっていうブランドなんですよ。これってメイクピクサーなんですけど、全部終わってこうやってシャカシャカシャして、本当にメイクが普通の時より長くキープできます。これ本当におすすめ、安い。しかもこれももう本当に夏なら必要。前髪とか汗かいたりしたらすごくボロボロになるから、おでことか、そこにいつもこのフィニッシングパウダーを使っています。こんな感じです。これをおでことかちょっと汗かきやすいところにつけてみると、こことかは赤ちゃんの肌みたいに見えます。シャネルのミストなんですけど、こうしていい香り。これはエッセンスの成分が入ってて、ちょっと乾燥してる肌を抑えてくれる感じです。次はこのジーパーバッグの中にいろいろ入ってますけど、開けてみます。これはちょっと目が乾燥したり、ちょっとホコリが入っちゃったって思う時に使う綺麗なお水みたいなものなんです。ヘアゴーム、本当にちっちゃいんです。これ本当に見えます、この子の強さが。ずっと使ってるけど切れたりしないんです、いい感じ。グミ、渋谷のファミマの中でこれを見つけて、え、桃のグミじゃんって思ってて食べてみたんですけど、本当に美味しくて、ネットで20個ぐらい頼んでずっと家にあります。撮影の時とかお腹がポロってなっちゃダメな時にグミって本当に助かります。これは韓国から買ってきたビタミンです。点滴みたいなものを直接飲みましょうみたいな、そういう感じで流行っております。飲んだらちょっとだけ元気になる感じがちょっとする。だから私はたまにこれ飲んでおります。メガネ拭き拭き、これ
これ本当にいろんなところに使いやすいから大好きです。メガネじゃなくても携帯とか拭きたいところを拭く感じだから、私はこれいつも使ってます。痛み止め、頭痛とかたまに来る時にちゃんと飲めるようにいつもこの中に持っています。これは飴なんですけど、プロポリスキャンディです。私役者なので喉がちょっとガラッてなったらこれ本当に必要だからいつも1個ぐらいは持っています。私怪我しやすいからこういうバンドとかいつも持ってます。今日も足のそこら辺に1個つけております。ポーチ、本当にもうこれもミニトミュートのポーチなんですけど、ずっと使ってて、開けてみます。よいしょ、シャンネルのハンドクリーム、昔友達からプレゼントでもらって全部使っちゃって自分がまた買いました。なんか匂いも好き、2種類ぐらいあった気がします。おすすめ、実は私リップいろいろ混ぜて使っております。ババン、4種類なんです。まず順番で言うと、これマック、色をちょっと見せます。こういう色なんです。実は昔マックでちょっと肌の色みたいなリップがあったんですけど、それはもう作らないって言われて、それの代わりに何を使えばいいんですかってお店の方に聞くと、これどうかなっておっしゃってて、これをなんとか混ぜて使っております。コンシーラーと一緒にリップライナーが必要な方とかにおすすめしたいと思います。これはちょっとピンク、これディオールなんですけど、リップよりチークみたいなもので使う場合が多いんです。私はいつも実はこっちかこっちなんですけど、これはボービーブラウンさんのリップ、ちょっとこういう色なんですけど見えます？じゃん、これを塗ったらおしゃれで雰囲気ありそうな、なんかそういうイメージになります。これ韓国のものだったんですけど、リリーバイレット、これはティントです。で開けるとこういう感じ、ピンクにちょっとだけバイオレットを入れた感覚のそういう色味で、でもキュートだから、今日ちょっと可愛いリップを塗りたいって思ったらこれを使っております。唇が本当に乾燥して、これがない生活はもう想像もできないぐらい、これ多分1ヶ月何個か使ってると思います。ライスポースのリップセラムなんですけど、これ本当におすすめです。クレードフォーボーテのコンシーラー、この子と一緒にいつも使っております。これはなんか、まあ、リップを塗る時のコンビなので、これだけ使ったらクマとかちゃんとカバーしてくれるナンバーワンコンシーラーです。次はヘビロテーションのアイブロウマスカラです。私は、まあ、髪の毛はちょっと黒めなんですけど、でも眉毛を明るめにしてちょっと目がパッチリ見える方が好きなので、いつもメイクするときに、だからこれ本当に必修です。皆さんにもおすすめしたいと思います。シュエムラのアイブロウペンシルなんですけど、皆さん伝われますか、私のこの愛情が。これは本当に私が20歳の時からずっと使ってて、おすすめするしかない。私は個人的にはペンシルで軽めに眉毛を描くのが好きなので、皆さんにもおすすめしたいので、ぜひ使ってみてください。これマジョリカマジョルカのこういうタイプのアイライナーなんです。この先っぽが細いなので、こうやって繊細になんか描きやすいというか、なので皆さんにもおすすめしたいと思っております。家の鍵、これハワイで買ってきた記念のもの、アロハって書いてますけど、これはなんかディオールでバッグ買った時に紙袋に一緒につけてたものだから、捨てるとちょっともったいないなって思っててここにつけました。最後です、皆さん、それはじゃんじゃじゃーん、コンタクト T2 フィルムカメラです。本当にフィルムここに入っております。オンするとこうなります。一回ちょっと体調が悪くなったんですけど、まあ、何回もちゃんと直して私はずっとこれを使っております。今年の2月ぐらいもハワイに行ってきて、友達の結婚式だったんですけども、友達撮る時とかもたくさんこれを使いました。日本って韓国より多分 3.6 倍ぐらい
広いですよ。だからもういろんなところ行くと写真撮らないといけないみたいになるところが多いので、できる限りいつもフィルムカメラは1個は持って歩こうって思っております。こういうサイズで意外と全部ちゃんとしっかり入っていますね。どうですか皆さん、皆さんのバッグの中もぜひ私に紹介してください。お待ちしております。たくさんコメントとかいただくと嬉しいと思っております。ありがとうございました。ハヨンスでした。またねー。